はい、こんにちは、森のワークベンチでございます。それでは長谷川の F4EJ ですね。今日は、このデカールを貼っていきます。まあ、パッと見ものすごい枚数ちっちゃいのがねあるように見えるんですけど、コーションデカールがちょっと見えづらいかな、こんな感じで複数のコーションが1枚のフィルムに入ってる仕様なんで、まあ比較的貼りやすいとは思います。で、これだけね、クリアのニスの部分が、まあクリアのフィルムっていうかね、まあ僕らニスって言ってるんですけど、多いと、まずシルバリング、その下にね、空気が捕まってしまって、乾燥してからそこが白く見えてしまうというのを防がなくてはいけないですし、あと、機体にツヤがあるんでね、デカール貼った後にトップコートかけるんですけど、どうしてもデカールの段差がツヤがあるがために気になってくると。だからある程度のね、研ぎ出しっていうのをやらないといけないです。そのクリアを厚塗りして、高くなっているところをこうヤスリで削っていくということですね。ただまあ車と違って非常に複雑な面構成なんで、限界がありますし、まあ、どこまでこうできるかというのはありますけどね、やってみないとこれはわかんないですね。ただまあウレタンは塗らないです。ウレタンクリアは使わないですよ。ラッカークリアでやるんですけどね。まあとりあえず大きいデカールから入っていきますか。で、デカール貼りで用意するのが、まあ、デカールのフィルムを柔らかくするためのマークソフター、それから密着させるためのマークセッターで、これがあると曲面なんかにもね、馴染みやすいですし、僕の場合はマークソフターをほんのわずかにデカールの裏側に入れてやるんですよ。そうすることでデカールの裏側もね、柔らかくなって、まあ密着するということですね。シルバーリングはそれでだいぶ落ちにくくはなります。で、こいつと、あとお湯ですね、お湯。湯気見えるかな?だいたい人肌ぐらいの温度になってますね。マグカップヒーターの上でね、温めてますけどね。あとピンセットや水を吸い取るための筆とか綿棒、それから、最後に密着させるためのスポンジ、超吸水スポンジ、これをお湯の中につけときます。まあ、一応貼り付け後のイメージこんな感じですね。今の塗装図を参考に貼っていくわけです。ちゃんとね、デカールの番号書いてあるんで、貼り間違いはないと思うんですけど。で、まあ、このデカールのシートからね、1枚ずつナイフで切り出して、まあ、ナイフでもハサミでもいいんですけどね、使っていきます。で、これがね、この辺かな。送るわけですね。で、お湯に浮かべて、まあ、5秒ぐらい置くと、お湯に浮かべた瞬間にくるんって丸くなるんですけど、それがスーッと伸びていくんですよ。そうするとデカールの台紙に、お湯が染み込んでったってことなんでね。で、こういうとこに置いて、デカールが動くようになるのを待ちます。で、その間に、マークセッターを、貼り付けるところに塗ってやって、ちょっと多めに塗ってもいいかな。で、それから、そこにね、マークセッターを、これはちょっと特殊なやり方ですけどね。マークセッターを、ちょんちょんちょんと、少しだけ置いてやると。これでデカールを置いたときに、マークソフターは、浸透圧でね、スーッと、広がりますから、デカールね、経年劣化するんですよ。切れてもまあ、なんとかなるんで。
実機の写真見ると、今塗装図見るとね、この矢尻のこの下の三角がラムエアインテークにちょこっとかかってるんですけど、実機の写真を見ると、まあ箱絵の写真ですね。ラムエアインテークの下に潜ってるんで、液体と平行です。その矢尻の先端が、この部分がね、気体と平行になってます。で、まずこれをね、下の水を抜いてやると、矢尻の先端がレドームにかからないような位置、ギリギリの位置ですね。で、下に水とか空気とか残ってるとまずいんで、こういう筆とかね、あとは綿棒を使って空気を押し出してやる。で、次にね、固定させるためにドライヤー一回当てます。これでまあ動かなくなったんだよね。さらにそこで下の空気を、これ綿棒ね、転がそうが転がさまいが動かないですからもう。で、この上からもう一度マークソフトを塗る。今度はデカールの表側を柔らかくしてやるんですよ。で、デカール自体はかなりもう固着してるんで、シュワシュワシュワと極端にはならないです。で、これで今、マークソフターをなじませてやって、筆で。で、なじませると同時に、周りについたマークセッターを、まあ、落としています。マークセッターがね、白く残っても、クリア塗っちゃえば分かんなくなりますから、ここはあんまり気にしてない。今ちょっとここ白く、もやもやもやってなってるんですけど、このもやもやは、マークセッターのノリですね。で、グレアシールド。これもうすでに塗ってあるのは、ちょっと色味変えてあるんですよ。まあ前はセミグロスで、後ろがマットですね。ちょこっと色の元のマゼンタを少し混ぜて赤っぽい黒にしてあります。これをお湯につけといて温めたスポンジですね。ギュッと絞ってあるんですけど、まあ昔の言い方で蒸しタオルの代わりです。これでさらに密着をさせると。筋彫りなんかにね。パネルラインなんかにこう密着させてやると。で、さっき、切れちゃったところ、一番後ろのちっちゃい、尻尾のとこですね。台紙にこう残っちゃってるんですよ。これを、個別で貼ってやると。怖いのはね、動かないっていうのが一番怖いんですよ。古くなってね。多分大丈夫だと思うんだけども。はい、着きました。まあ、こんな感じで一枚ずつね、貼っていくので、結構時間はかかりますね。まあ、とりあえず1枚目こんな感じです。はい、じゃあ大判のデカールですね。さらに大判。さっきのはね、細長いだけだったんですけど。まあ面積が広いデカールです。垂直尾翼ですね。ここなんですけど。色が入ってないとこね。クリアのフィルムのところ。ここに空気が残らないように、修理していかないといけないです。空気が残ってると後でシルバリングといってそこだけね、白いシミみたいになっちゃうので、まあそれも取ることはできるんですけれどもね。まあ
後々の手間がかかっちゃうので、中の水、それから空気をデカールの速度に押し出していきます。押し出すのいいんですけど、この段階でね、もうある程度場所をね決めないといけないので、なんかでかくない、このデカール。60はみ出しちゃうんだけど、60がギリギリ、末端の部分ギリギリかかるぐらいですね。ある程度ね、この段階でシワをなくしていきます。なかなかね、なくならないんですけどね、一箇所シワをなくすと違うところにシワが寄りますから、なんかな。これはマークソフターをもう一回上から塗ってやって、これ一旦デカールシワシワってなるんですけど、柔らかくなるので、マークソフトを全体に馴染ませてやって、結構ガタガタってしてますよね。これをまたドライヤーで温めると、これでほぼ密着しました。まだ完全に乾いてないですけどね、あとところどころ温めたスポンジで押さえると、押さえるといってもね、ギュッとやるとデカールにシワが寄っちゃうんで、まあスポンジを乗せる感じですね、乗せる感じ、こんな感じですね。で、あの白っぽく小汚く見えるんですが、これはあのデカール糊なんですよ。で、これはあの上からクリアを塗れば見えなくなります。それから、ここですね。ここのエアインレット。この穴が隠れちゃってるんで、これで穴が開きましたと。という感じで、大きなデカールも貼っています。はい、デカール貼り終わりました。まあ、裏面はこんな感じです。で、結構ね、ほら、ご覧いただいて分かるように、ボロボロなんですよ、表面が。これは結局、マーク、セッター、マークソフターを使うことによって、まあ表面がどうしてもね、荒れちゃいます。荒れちゃいますっていうかね、荒れちゃうわけではなく、糊が乗っかるんですよね。で、そこで固着しちゃうと。で、これはこの後クリア塗装すると見えなくなります。で、クリア塗装した後にまた軽くね、研ぎ出し、車ほどやらないですよ。車ほどの研ぎ出しはしないですけれども、まあ、サンディングをして、デカールの表面と塗装表面の見た目が、均一になるように、磨き上げていくっていう作業ですね。研ぎ出しって言うんですけど、それをやるんですけど、まず、デカールが完全に乾かないと、デカールのその、水分ね、この後乗っける、クリアトップコートの、
乾燥の度合いがね、異なるんで、まあ乾燥すると収縮するじゃないですか。収縮の度合いが異なるってことですね。で、あとレタッチしなきゃいけないところ、この尾翼の、垂直尾翼の先端、ここが、微妙に黒が見えてるんですよ。こういうところはレタッチしないといけないですね。まあ、いずれデカールが乾いてからです。で、デカールの乾燥、そうですね。結構大きめなデカールなんで、やっぱり、1週間ぐらい開けた方がいいのかな。5日から1週間ぐらい開けたいと思います。で、またトップコート、クリアを塗って、その後また、その後はね、そんなに研ぎ出さなくてもいいんで、その後はまあ3日ぐらいでいいと思いますね。で、まあその乾燥期間の間に、他のことをします。で、今回いろいろアフターパーツを送ってもらってるんですよ。まず、このトラクターですね。牽引トラクター 3D のキットですけどね、これを送っていただきました。で、これの製作をまずします。これが一番大きいかな。あとイジェクションシートとか、増装、それからトラベリングポット、あとはパイロンなど送っていただいてますけどね。それでは次回はね、AFV 調になってしまうんですけれども、こちらの制作を進めていきます。それではまた。